はい、おはようございます。はい、ということで、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。亀井の弘です。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、11月21日でございます。はい、はい、11月21日ということはですね、はい、これでございます。いよいよこれでございます。はい、来ました。今日です、今日です、今日からです、今日からですね。はい、まあ、昨日前夜祭ということでね、はいはい、盛り上がってたみたいなんですけれども、はい、今日から、西成ドラゴン映画祭ですね。はいはい、前回川本監督来てくれて、はい、10分間大暴れして帰ってくれましたけど、その、西成ドラゴン映画祭、ついに今日からですね、やっております。はい、3日間ですね。はい、21、22、23と、はい。で、私のですね、作品が22日、明日ですね、はい、朝11時からと、夕方5時からですね、はい、作品自体はね、10分弱、まあ9分ぐらいなんですけども、まあ時間としては30分一応もらってまして、はい、で、朝11時は、はい、ドヤネンホテルズ爆露という、はい、ホテルで、11時から、シュートですね、はい、やっておりまして、そして17時、夕方の5時からは、はい、ホテルブローメン、花園北というところでやっております、はい、そして3日目、あ、ちょっと2日目のタイトルは、タイトルですね、はい、タイトルはですね、僕だけのフライミートゥーザムーンという、はい、作品ですね、はい、はい、まあ、親子の物語だったりとかするんですけど、はい、9分なんですよ、もうショートシネマというのでやっておりまして、はいはいはい、で、これがですね、西成難波屋さんというね、はいはい、お店があるんですけども、はい、このお店がですね、改装する前、今はもう新しく改装を、はい、していってらっしゃるんですけど、場所が一緒なんですか？場所がね、ちょっと違うんですよ。場所も変わるんですか？はい、なので、その西成難波屋の前の難波屋さんを使って、はいはい、2016年に撮影したものなので、はい、前の難波屋さんがね、映画に記録として残ってるっていう感じなんですよね。はあ、だからそうなんですよ、はい、もうお店ないので、はい、まあ、それをね、また見たいなという方はぜひこの作品見ていただくと、あ、いいですね、あ、難波屋やなっていうのを思っていただけると思うんで、はいはい、ぜひぜひ見ていただければと思います。で、3日目なんですけども、はい、これが、ですね、去年作りました、はい、映画よしお、誕生編なんですけども、はい、なんと劇場公開版を、劇場ではないところで初めてかけさせていただきます。ほうほうほう、あ、はい、劇場でしかかけてなかったってことですね。そうです、そうです、はい、去年の劇場公開の時に作ったやつなんですけど、はいはい、これをですね、初めて、まあ、西成ドラゴン映画祭、まあ、ドラゴン映画祭でね、はい、作った作品なので、劇場公開版としてちょっと凱旋させていただくということで、はい、これが23日の朝11時から、はい、ホテルブローメン、花園北で、始まりますので、はい、こちらの方もぜひですね、まだ映画版見てないという方は、ぜひご覧になっていただければというふうに思っております、はいはい、これ映画見ようと思ったら、はい、料金的には、はい、料金的にはですね、そうなんですよね、これね、ね、当日券1日だけだと1500円です。お、見放題ですか？見放題です。1日どっかでやってるやつは全部見放題なんですけど、これはですね、3日間投資券っていうのがありまして、はいはい、今日買ってもらって、で、今日も見た、明日も見た、明後日も見たいという時は3000円の投資券があるんですよ。安いじゃないですか。安いんですよ、マジで、はい、はいはい、なので、3日間それでもう思いっきり楽しんでいただくこともできますし、はい、で、僕も大好きな、かの有名な坂本淳二監督も、はいはい、22日には来ておりますので、はい、ぜひですね、はい、坂本淳二監督に会いに来ていただいても1日だけだと1500円やし、はいはい、3日間通しても3000円なので、ぜひぜひこのお得な券使っていただければなと思っております、はい、ぜひ来てください、はい、ね、ということなんですけど、はい、明日でもなんか大阪いないらしいですね。そうなんですよ、僕ね、はい、違う、はい、ね、そうなんですよ、なんか見に来れないんですよ申し訳ないですけど、違う映画祭に、はいはい、ちょっと福岡の方で、ね、はい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 、福岡インディペンデント映画祭が19日からやってるんですよ、はい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 、19日から23日まで5日間なんですけども、はいはい、去年ですね、去年、うん、夏にちょっと、はい、制作で関わらせていただいた「はい、はい、栄転です」っていう映画なんですけど、そちらが長編部門で最優秀賞をいただいたんです、うん、おお、はい、でそれの上映と、はい、表彰式とかがありますので、はい、そこにちょっとお邪魔しようかなと思って。なるほど、そうなんですね。はい、それが22日、はい、明日、明日ですよね。そうなんですよ、はい、22日、明日が14時15分から、はい、福岡の方で上映されます、はい、はい、またサイトで、ね、そうですね、はい、詳細は、はいはい、そちらで確認していただければと思いますので、思いますけども、はい、はい、そうなんですよ、だからちょっと遠くの方に行って、はい、まあまあ、でもね、これ見てらっしゃる方で、はい、福岡近い方はね、そうですね、ぜひそちらで、はい、栄転ですご覧になっていただいたら、はい、ぜひ、お坂部さんは出てないんですけども、はい、フレームの外側にいるんで、そうですね、あ、僕出てます、出てます、あ、出てる、はい、あ、出てる、このマテリアル使ったんですよ、あ、
なるほど、ああそうや、使ってた使ってた、出た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 、思い出した思い出した、テレビの中そうそう、はい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 、金髪なんですけど、なるほどなるほど、はい、出ました出ました、はい、そうでしょう、はい、ここも出てますから、出てます、で福岡行って、はい、で多分表彰式も多分、はい、一緒に上がれって言われる、あ、はいはいはい、上に上がってる、なるほどなるほど、何も言わないと思いますまあまあ、声かけていただければという感じですかね、はい、ぜひぜひ、まあ明日はだから福岡の方の方は福岡行っていただいてですね、はい、関西いらっしゃる方はですね、ぜひ西成ドラゴン映画祭の方へ来ていただければ、はい、明日と明後日は確実に僕いますんで、22、23分も確実におりますんで、はい、ぜひ皆さんですね、会場で見かけたら声かけていただければなと、はい、いうふうに思います、よろしくお願いしますということなんですがですね、はいはい、今日ちょっとですね趣が違いまして、はい、趣が違いまして、はい、前にですね、なんかヨーロッパから、はい、乱入してきて、なんか、はい、暴れ倒して帰っていった人が一人、はい、まあまあられます、ね、この後ろのねスクリーンでね、はい、大きい顔で大画面の顔で、はい、すごいこうなんかいろいろと暴れて帰っていただいたんですけどもはい、彼女の、まあ、要は西郷さんですね、はい、彼女の映像がですね、はい、もう要はものすごい長い喋りやったので、で実際その放送してるのは何分ぐらいなんですか、はいはい、いやだからコーナー的には10分ちょっとなんですよ、あ、そうかそうか、でそれが2回分なんですけど、はいはいはい、それの倍ぐらいはあの人喋ってるんで、喋ってますね、はい皆さんにご覧いただきたいなと思いまして、はい、今回やらせていただきたいと、ありがとうございます、はい、思っておりますので、今から、こちらに、はい、出てきます、はい、女王様登場いたしますんではい、ぜひご覧になっていただければと思います、はい、はい、それではどうぞご覧ください。こんにちは。こんにちはいや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 、前回すいませんでした、ちょっとあまり、お話しする時間が短くてすいませんでした今なんか入ったとこやんアルバムの話についてちょっとがっつり話してほしいなと思うんですけど、ちょっとした ニュース、うん、まだ名前は言えないんですけど、うん、ゲストちょっと一人入ってもらうことに、おーおーすごいじゃん、はい、うん、ゲストそれもまたいいとこおらマジですか、うん、弾いてくれはったからソロを、うん、それを聞いてみっきりやんってなって、うん、まあ、1曲は絶対も入ってもらうことになって、もしかしたらもう1曲ぐらいちょっとお願いすることもありえるかなっていう気ないな、ちょっと分からんけど、そうなんや、なんかどん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 なんかすごい感じになっていってんのね、音が、そうなんです、こうですか、そのイタリアのそのスタジオでの作業ってどんな作業をやってたの。いやでも私もだから基本的に歌通りに行ってた、うん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 、基本的に曲を作るのは私とギタリストの児童と2人で、うんうん、私が大体土台になるものを全部作って、まあ、それを彼がもうちょっとさらにバンドとしてかっこいいものにギターとかいろんなリフとかを入れてガーッてかっこよくしてくれる、だから基本的にうちらの2人でほぼ曲そのものはできて上がっていく感じなんだけど、ギドさんっていうのがイタリアの人よね、制作においての中心人物的な感じだから、うん、彼と私と私の自分の歌を歌うために言ってるんだけど、うん、あとそのエンジニアの人、まあ、反プロデューサー的な感じかな、うん、だからプロデューサーの人なんかな、それともまあ部分的にはその人もだいぶ結構話を、3人で私の歌を歌いながら歌と全体の流れとっていうところだけやけど、みんなでちょっとここない方が良くないとか、なんかそういう話し合いとかをしながらこう詰めていった。なんかさ、そのイタリアにいた時にフェイスブック上げてた記事とか読んでたら、すっごいこう盛り上がって、これめっちゃええんちゃうんみたいなんで盛り上がったみたいなの書いてあったから、どんなんで盛り上がってたよ。泣いたって言うよ。泣いた？マジで？ボロじゃないです、ボロボロってなった。ボロボロ、それちなみにどこの国のやつ。日本のやつか。めっちゃ来た。それを最後これでいいかなってなった時に、じゃあ最後一番なんか、まあその一部なんていうかな、スピーカー両方あって一番 A 席、そのエンジニア席みたいなそこで一回全部ちょっとあと気になるところがないか言ってみたいな感じで、こう最初からガンとこう、うん、ガン聞いた時に、うん、おーってなって、おー、それを見たギドはどういう反応やった。あ、その瞬間はなギドおれへんかった。あ、そうなの。おれへんのかって、
何やプロデューサーちゃうの一応でもプロデューサー忙しいからああたまにプロデューサーいなくなってる。なるほどなるほどなるほど。その瞬間おらんかったんだよ。そうだからプロデューサーおらんからたまにそのエンジニアさんが反プロデューサーじゃなくて、ああなるほどなるほどなるほど。二人でプロデューサーどことかもう今これ別にギャグやからちゃんと仕事してんで、もちろん。もちろん分かってる分かってるよ。だけどなんかで、すごいお前何でもめっちゃしてくれんだけど、唯一、あの彼のマイナス、ダメな、ダメとは言わんけど、それ味があるんやけど、それは人のキャラとしてうちらは受け入れてんねんけど、あの時間感覚っていうかな、なんかすごい適当やねんや。さすがイタリア人。ほんで、ね、じゃあ明日分に行くよとかって前日言ってたら次やん。明日は何時ぐらいに来るのとか言ったら、アフタヌーンとか言ってて、な夜9時に。なるほどね、なるほどね。アスターやけどな。大体ちゃんと朝からおったりすんねんで、うん、毎日そうだったんじゃねえ。でもなんか他に忙しいこともいっぱいあるから、はいはい、仕事とかもちょっと、あの自分が中心なんてやらないことあかんもあったから、なんか一回もうアフタヌーン言ってて、めっちゃ待ってるんで、7時ぐらいのまだ来るんですよ。いつ来んのってなんかメールしたら9時ぐらい行くえらいアフタヌーンやな。アフタヌーンっていうかなんかアフタムーンって感じやな。そう、ほんでヌーンって何時か分かってますよね。分かってるよ。何時？正午12時でしょ。12時12時ほんで、ね、最後の日にうちはちょっとこうあの空港に帰らなあかんとかで迎えに行って、でうちはいつ頃行ったらいいってなったからビフォーヌーンって言ったんですよ。なるほど。っていう返事来て、で、その当日なんかメール来て、じゃあ1時に行くよって来て全然ビフォーちゃうやん。ビフォーヌーン、ライトって来て、いや、だから、え？ビフォーかってなってなんかビフォーヌーン、ライト、1時って書いてるどういうことって言ってエンジニアさんも、ビフォーヌーンではないなとか言ってで、私がルーンって12時やけどさ、えって言ってた。え、イタリア人英語知らんのけ。いや、一応彼は多分平均的なイタリア人が喋れるもん。やんねえ、やんねえ、絶対そうやんね。だけど、イタリア人全体的にあんまり英語みんな喋られへん。ほとんど、まあ、日本人ほどではないにしても、ヨーロッパの中ではほんま英語喋れへん人が多い国。ああそうなんだ、うん、さすが関西人やね、知らんけど。いつもそんなの上やからな、なんかそこだけがちょっとたまにいないです。なるほどなるほど、なるほど。いやでもそれ楽しみやね、そのあのさやこさんがもうボロボロって涙を流したっていう、そうに日本の曲のところでしょ。でもその曲だけがええじゃなくて、全曲いいのよ、うん、ここでなんかすごい議論はそんなあかんやつやみたいな話をしてしまって、ええ話もしないし、返すわ。いや、そうやね、そうやね、おう、したってしたって。彼はほんまにすごいんやで、だから私は一緒に修業するんやけど。もちろんもちろんもちろん。1日、歌取りをオフにした日があって、で、そのイントロとアウトロって、あの一応アルバムがこう、一つのコンセプトになってるから、はい、それをまとめるっていう意味で、イントロとアウトロをまあ私はいつも用意してるんですけど、アウトロはもちろんみたいなんで、イントロはそこへの導入ということで、で、そのイントロとアウトロは私はまだ作ってなかったんですよ、で、なんか即興で、そんな短いもんやし、即興でなんか湧いてたもんで作りたいなという思いがあったから、あえて作ってなかった部分もあって、で、そのじゃあそのオフの日に私がヒドと二人でそのイントロとアウトロを作ろうっていう話になって、もう彼はサクサク作ったよ、もう。へえ、すげえ。ほんまに一日っていうか半日ぐらいやったかな。もうだからあれよね、さやこさんのその音楽のことがすごいもう理解してるんだよね。そうだから一応世界観とかは言ってて、でイントロに関しては私が前にちょっと使ったあのモチーフみたいなのがあって、それを使ってやりたいっていうのがあったから、私が作曲してる部分もだいぶあるんやけど、はい、実はもう今回アウトロの曲だけは私ほとんど何も触れてない。なんか彼が理解してこれでええちゃうかなってやりだしたから、もう私なんか思いついとって、でなんか横でずっと聞いてたえ、だってフェイスブックにも書いてたもんね、あの自分の世界観を表現してくれてっていう、ね、
で、なんかその、なんか状態を、状況が分かってくれたから、うん、ここってなんか宇宙的な音入れたらいいやん、なんか、そうそうそうって、私がピタスの横で、そうそうって思ってた。それで、こいつ待って、思いついた時に、ってやつやりだして、ほらって最初に起こしてたら、それそれそれって横でずっと言ってた。だから、アウトロの作曲者も彼やなと思って。おとりあえず最後にですね、最後に、一言日本のファンに向かって一言いただいて締めさせていただいていいでしょうか。いやだからさ、そんなの苦手やからさ、うん、なんかもうお前の輝きをしっかりまたそれか俺またそれにあのあれかあのエコーかけながらの何を言ってほしいか。いやいやいや、だからさ、アルバムはさ、もうほらクラウドファンディングで事前に購入した人に送るだけやからあれやけど、でも多分これその事前購入した人も見てるから、だからもうすぐお手元に届きますよとか、なんかそういうメッセージって言えるじゃん。そういうのを言ってほしい。そういうことそういうこと別にお前も輝けよもういいけどさ今だって私が輝けよあかんから、何やったの頭の中で考えたこと言うでいい。いいよ、輝けよまた同じような感じで、君の魂が永遠だ。わかったわかった、使う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 、それ使う。あ、ほななんかこと考えられんわ。大丈夫、届くから。私はやっぱりアーティストとしてみんなに伝えたいことはそこやから。なるほどね。なるほどね。だからそれを思いながら毎日。はい、でちなみに、まあ、キックスターターで事前購入した人の手元にはいつ頃届くことになるんですか。あ、それがもしかしたら1ヶ月ぐらい遅れちゃうかもしれない。あ、そうなん、うん、でそれでそれプラスそのイタリア人のノリがちょっと予定通り、うん、あ、そこはもうイタリア人のせいにすんねんないやだってな、ちょっと聞いてくれて、もう1個だけ言わせて、もう1個だけやでちょっと立ててようと思ってさ、うん、でこれはなんかこれしてからこういう流れがあるからこれいつできるか教えてくれへんって言うでしょ。うん、なんて返事書いてくるの。なんて書いてくるの。イエス、それ答えちゃうやんなるほど。それはなんで私が聞いたかというと、そのエンジニアの人もその質問をしたらしいみたいな、うん、答えが返ってきへんっていう、うん、それじゃあ私が聞くわって言って、なんか彼のところにこれを渡さなあかんねんけど、いつ送れるって言ったらイエスって書いてくるで私がそのエンジニアの人に答えをまだもらってないかなって言った時に、じゃあ私が聞いてみるわって言ったら、すぐエンジニアの人からそのイエスっていう答えがフォワードされてきて、うん、転送されてきて、はいはい、でも僕が聞いた時はイエスっていう返事やったんで私でもやっぱりイエスやったから、なるほど、答えになってんから分かれへん、分かれへんね。でも、もううちらはでも仕事はしっかりそういうことは信用しているので、え、結局年内ぐらいやったっけ。年内じゃなくて年明けんの。あ、一応年内にその多分ちゃんとキックスターターの人に渡せるようにちゃんと考えてる。はいはいはい。多分その一般発売とかは多分来年に入るかなっていう話ですね、うん、ちゃんとレコード会社もしっかり準備していったので、はい、正式発売みたいなのは来年年明けてから。なるほど、なるほど。キックスターターとかでサポートしてくれた人の事前の一番先に送る商品は年内発送を考えております。はい、わかりました。もう本当にね、待ってますからね、日本でもたくさんの人が。で、あのまたそのね、一般発売だ、その日本でも販売だとかっていう話になったら、まあ、僕らもあの微力ながらあの配信とかいろんなところでね、はいはい、宣伝させていただきますんで、はい、頑張ってね。あともうちょっとやるけど頑張ってね。あのイタリア人のいい返事をちゃんともらえるように頑張ってね。うん、ほんま。イエスって分かれへん。ないつ遅れる、イエス、意味分かれへん、分かれへん。そうやね。ほんでほら、イエスじゃなくて、いつってもう一回聞いて。うん。ほんなら何て書いてきたと思う?I will do it. 何やん、それ。そうしたいと思う。やるよ。100年、だからいつって聞いて。おるよね、日本人でもおるよね、そういうやつね、うん、もうイライラするやつね、うん、結局でもちゃんと結構早く帰ってきて、ああ、頑張ってくれたよね。なるほどね、わかりました。なんかギドがものすごくなんか気になる感じで終わりたいと思います。でもこれ悪いこと言ってんやな、
大丈夫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 。あのみんな多分ギドってめっちゃおもろいやつと思ってる。はい、ということで、オランダから西郷さんどうもありがとうございました。はい、店舗のお知らせに参りました。はい、次の23日の月曜日がチームラッシュがございます。はい、走るイベントとなっておりまして、みんなで走ります。大阪城の周りをみんなで走るので、ぜひぜひ、一人で走るのがちょっとねっていう方でもですね、ちょっとダイエットをしたいなっていう方は皆さんお越しください。お待ちしておりますので、はい、お願いいたします。はい、その次の日が何かやろうよ大人の放課後、24日火曜日となっております。こちらは語るイベント、学ぶイベントとなっておりますので、ぜひぜひ学校についてとか、でも最近ではちょっとね、SNS とかの、とかサイトについてとかの、お勉強会を行っておりますので、そうなんですよ。なので、ね、興味ある方はぜひぜひご参加ください。スラッキーブラッシュもなんかやろうよも、参加費が無料となっておりますので、無料です。はい、なのでぜひぜひお越しください。はい、次が30日月のライブ配信がございます。はい、チームラッシュ、プチラッシュ、この日も走ります。はいはいはい、月曜日は毎週走ります。月曜日は走るんです、基本的に。はい、はい、走りまして基本走りますから。はい、雨が降ってない基本走ります。はい、はい、雨が降ったらここで走ってますよ。あ、ですね、こんだけ汗だくですから。汗だくですね。はい、でプチファイトも引き続き行いたいと思っておりますので、ぜひぜひ興味ある方はお越しください。で、先ほどのいつか見た映画の回も、はい、12月の4日になりますので、ちょっとだいぶちょっと遅くになってますけど、はい、12月4日にございますので、ぜひぜひお越しください。はい、はい、お待ちしております。はい、はい、じゃあ今日は終わります。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは高橋さん。はい、はい、おはようございます。シネマツーケの中代でシネマというのコーナーでございますけどね。はい、今日やりにくいですね、プレゼンが英語の話だったらね。そうっすよね。はい、まあいつか見た映画はね、はい、忘れてしまうんでね。いいじゃないですか。いや、一応 いつか見た映画も紹介させていただいてますけど、うん、それはあくまでも新作映画に結びつくでございますから、ね。はい、そういう感じでやってますから、映画をやってみましょうということなんですけど、はい、でね、まあ、対抗するだけじゃないですね。はい、この間、皆さんでこう、はい、そうそう、ここで使いまして、はい、で許可も、宣伝さんの許可もいただきまして、はいはい、出演者の方にも許可をいただいて、はい、いつか見る映画の回をさせていただきました。いつか見るだろうでですね、掘り込んでくんねん、この人。掘り込んでくんねん、この人。全然対抗してません。ね、はい、条件反射です。はいはいはい、はい、作品がですね、はい、はい、これまたね、いや、これ良、はい、かったです。佐々木デン、はい、イン、デン、マイ、マイのやつね。はい、さっきね、作品のあらすじを簡単に言いますとね、はい、まあ、俳優になるために上京したけども、泣かず飛ばずの、主人公がですね、同棲中の、女の人ともうまくいかない日々を、送ってたんですけども、その時に高校時代の同級生の、タダ君ということを再会するんですけども、その時に佐々木ってやつがだよねっていう話から、佐々木と最近会ってるんかっていうところから話が進んでいくというね、今風の作品で、はい、過去を思い出すシーンで、まあ、高校時代に、ね、はい、戻ったりするんですけどね。はい、いかがでしたでしょうか。あ、いや、これね、うん、本当ね、僕ね、素晴らしいなと思ったのが、過去も現在も同一キャストでやられてるんですけど、はいはい、本当役者さんがね、はい、過去は過去、要するに高校時代の、はい、役者さんと現代28歳の役者さんっていうのが、はい、本当にちゃんとその年齢を演じ分けてるんですよね。はい、だから二十歳はとうに過ぎてる役者さんなんですけど、本当に高校生に見えるし、うん、そうですね、あの空気感をちゃんと出してるっていうのが素晴らしかったですね。はい、で忘れてます、これね、いつか見る回なので、はい、これまだ公開されてません。そうなんです、はい、来週11月27日金曜日から全国公開ということで、はい、関西局で簡単にできますけども、ムービックス京都さん、はい、で大阪は大阪ステーションシティシネマ、東シネマズナンバー、はい、神戸シネリーブル神戸、東シネマズ西宮 OS で公開されますよ。はい、ね、すごいですね。僕意外と辛口評論家なんですけど、その高橋さんに言われたんですよね。はい、日浦監督褒めるんですかこの映画って、はい、すごい言われた。いや、それだから、別に悪くはないですよね。そうそうそう、悪くはない、めっちゃ評価高いです。うん、これ監督がね、内山拓哉監督ということで、はい、なんとこの監督今月3本ですよ、急に。すごいな。11月6日から青い天森、ね、あ、いや、もう天好きやな。はい、で11月13日からはバニタスという映画、ね、あ、今度天内のね、はい、
公開されてるっていうことでね、うん、でこのプロデューサーが塩田、海平さんということで、この年は福島と浜田前奏曲のプロデューサーさせていただきました、はい、これ主演が藤原貴健さんということで、はいはい、今年1月にヒズというね、ドサヤの映画出ましたけども、はい、そこから出てました。そしてあとね、これね、今後売れ線の人ばっかり、うん、あのね、うん、すっごい実力がいっぱい出てました。湯星慎太郎さんは11月6日公開のジオラマボーイパルナバガルに出てます。でこの辺出てますね、はい、で森優作さんは来年2021年あの騙し絵の牙にも出てます、うん、でこれ監督が可愛くなっていた女の子ですかね、はい、こういった同級生かな、小西桜子さん、はい、映像権に手を出す、あ出てる女、はい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 、でこれ可愛い子はゆうみさんですかね、はい、これ来年春本監督の優子の天民で主役出てるも出てます。井口、井口さんは劇場今年出ました、うんうん、で鈴木拓さんは来年時はその選手、はい、また総裁でその村上さんね、はい、監督が、はいはい、振られてきますけど、はい、今座れて出たという感じですよね、はい、でもう一人主役のその佐々木を細川岳さんというのが、はい、やってまして、はい、でこの人私ね5本目だと今回見る、そうですか、はい、はい、で、ハマンとかいろいろ上田ライオンとか出てまして、はい、ソワレもちょっと出てた、はいね、はい、で、女のね相手役ね、萩原美乃にね、はい、お会いしてね、はい、そうですね、もう、はい、もうぬんぬんがヒヤヒヤしましたね、そこかよ、そこかよ、あのブラジャー泊まりでね、はい、そうですね、この方もね、あの2019年そういうシーンがありますよ、はい、ブラジャーのお嬢ちゃん出ましてね、来年はもうまた街のウェブとか出ましてね、はい、でこれあの東京国際映画祭で上映されたんですけど、うん、はい、満席でした、あでしょうね、でそれにでも相対してあのアンダードッグっていうのがね、こっちベストワン言われてるのも東京国際映画祭で上映されたんですけど、それも満席で、うん、両方とに萩原みのりさんが出てるっていう素晴らしい作品でございます、はい、はい、どうぞ見ていただきたいですね、いや見てほしいですねこの映画は、はい、で他の佐々木細川さんもね、はい、この間お会いしました、はい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 、3回だけ佐々木って言ってた10回は及びませんでした、ね、でもあの抜いてはくれなかったですよね、じゃ、はい、佐々木の方です、佐々木は抜きませんよ、佐々木です、佐々木男で、ね、はい、ございます、はい、ございます、はい、ございます、はい、で実はこの細川さんのインタビューをですね、はい、来週11月29日の FM 尼崎の方で、はい、インタビューの方は、ね、させていただきます、はい、連動させていただきますので、ね、はい、皆さんぜひとも、ね、そうですね、だからこの見た4人はこの作品、はい、一応丸でございます、はいはいはい、西野さん見てないのよ、なんでそこで西野さんだけその罰にしてあげるの、いやいや見てないってこと、見てないってこと、はいはい、でも多分見ていただける、いやいやいや見ていいやつ、はい、5年後ぐらいにいつか見た映画の回でこれは扱っていただきたいと思います、5年後の、はい、5年後のやつ100何回目かの時にはこれをしていただきたいと思います、はい、今日は1本だけですけども推しなんで、はい、させていただきました、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございますけれども、はい、暴れてました ね、 ね、もう本当に、ね、言うこと聞かないんですよもうあのね、とにかく、もうそろそろ時間やからまとめて入んねんけど言うてんのに、って言いながら短いとか、ね、あの、あれですね、あの寂しいとかじゃないですよじゃないですよ、そう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 、ね、そう、喋りたい、もう全然足らんっていう感じ、はい、やっぱすごいですよ、逆クレームまでいかないと思いますけどちょっと短いんちゃう、そう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 、いやいや、違うから枠があるやろ、まあ、枠に収まらない人ですから、はいはい、でもまず日本飛び出しちゃってる人もいいですよね、はい、もうすごい、はい、すごいパワーです、素晴らしいです、はい、やっぱこれ彼女のああいう話聞くとねパワーもらえますよね、そうですね、いいですね、はい、はい、そういうパワーがいただける、はい、まあ皆さんにもこのパワーが届いてる、そうですね、いいんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあこちらの方ではあの、まあ、前々回から始まってる、はい、ありかなしかですね、はい、こちらの挑戦者、まあ、そうですね、まあ、挑戦者っていうか挑戦者、もう喋りたい人で全然いいんですけど、そうですね、はい、はい、何かしらね、アピール、そう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 、何でもいいですもんね、ね、そうそうそう、まあ、前回カモさんも言ってたけど喋、はい、ろうと思って10分って意外と長いなって言って、そうなんですよ、ね、そうね、でもたっぷりですから、はい、10分も枠があって結構喋れます、かなり喋れるので、はいはい、でも多分喋り出すと短いです、あ、そう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 、乗ってくるとね、乗ってくると、そうですそうです、はい、まあ、だからぜひですね、これを紹介したいとか、はい、これを言いたい、まあ、うちのお店も出してくれとかね、何でも何でもいいですよ、はいはい、できたら歌手の方がね、あ、持ち歌持ってきてくれてここで歌ってくれたらいいです、ね、あ、何やったらここは照明とかいっぱいあるんで、もうめっちゃセッティングして
やれますんで、そのためにやりますよ、はい、そうそうそう、はい、はい、あのぜひですねそういうのを持ち込んでいただければね、はいはい、嬉しいなと思ってますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、します。そして今日はですね、まあ、21日ですから、はい、11月21日でこちらですね、始まってる、始まってます、あの、はい、これがだから10時45分から配信なんで、はい、もう多分11時は過ぎてると思うんですけれども、はい、1回目のやつはもう始まってると思いますけども、はい、まだまだ2回目3回目のね上映がありますん で、はい、で今日がですね、ドキュメンタリー映画の特集みたいな感じなんですよ、はいはい、結構ねすごいやつ来てたりとかするんで、あの伝説 の原監督とか来てはるんで、いやもう本当に、はいはいはい、あの雪来て新軍の原監督といえばものすごい有名な方なんで、あのそういう方もいらっしゃってますので、ぜひです ね、行ってご覧になっていただければ、はい、生原を見ていただければすごいと思います、はい、ぜひ、こちらの方も、足を運んでみてください。はい、ということで、はい、こんな感じで、はい、終わらせていただきたいと思います、はい。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、今日も両手上げて。